やばすぎ、ゴッドキルじゃんこれ。きたー、これは勝ちたい。三得か、家主でちょっと早く入っちゃった。ナイスファイト、はい、ナイスファイト、ジジイ、ナイスボタン、イボタン、ジジイ、ジジイ、元気よく、元気よく、はい、おー、はい、え、誰今の、はい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 、ゲンさんの声に聞こえた、さっきの、はい、だからゲンさん入って、はい、ゲンさんが返事してないですから、うん、ん、諸説あるね、諸説、すいません、諸説あるね、諸説あるね、諸説あるね、うざーってクソ、人脇からのシュッ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 停電、よいしょ、キルクールを貯めてタルーキルクール食べてでもここはさ使いづらいんだよな。アーカイブで死体発見です。その前、上から下に来るゾニキさんがいて、最終アーカイブにエロちゃんもいたかなって感じです。あ、ごめんなさい、死体自分お願いしてもいいですか。アーカイブの、多分下ぐらい、真ん中のちょっと下ぐらいですかね。あ、はいはい。そこで光りました。さんいましたね、メインで。いました、いました、見た。僕も、シャワー室、誰かいました。はい、エイジ最終シャワー室にいます。多分、昨夜さんのちょい下ぐらいかな。怪しいやつ多いな。エロチャーさんいませんでした、なんかアーカイブに多分ヒロがいない。俺シャワーから行ってますけど。ああ上に上がったんですか。エロちゃんも自分もシャワーの、はい、あのタスクをやっていてアーカイブには行っていなかったと思います。停電前のシェア情報では、うん、最後あのアーカイブ側に向かった時にレポートになったんでアーカイブには入りましたけど。オッケー、ありがとうございます。とりあえず白から洗っていきませんか。はい、うん、はい、うん、あ、アルマセンターは無理です。うん、はい。左側です。左側です。ただセンターさんドア開けてくれなかったので、うん。いや本当に。センターさん。こいつマジで開けて。僕もね早く開けてーと思ってたら。二人でドアの前で立ってた。溜めてたんですね。多分お互い思ってる。多分ね。いや多分お互いこいつインポスターじゃねえって思ってたと思う。あ、そう。エレジンさん無理ですね。まあどっちもキルは無理です今回。はい。左側にいたんで。はい、二人は無理。あとは？エレジーさんと無理かなと思います。あ、酒屋さんの後ろにいたのを確認してくれてるなら。はい。って感じかな。エレジーさんから酒屋さんは？無理とは言えないですけど、その直前にあの暗室の写真現像のところに一緒にいたので、まあ、やるならこっちでやるかなって感じですかね。酒屋さんがインポスターだった。エレジーさんから誰しろ出していきます？あ、酒屋さんが若干なんかここでやるかってぐらいで白出しはできないです。オッケーです。え、容疑者多くない？え、じゃあ多いね。え、ゲンさんとオラフくんは？僕はメインのシャワー浴びるところに。はいはい。ゲンは夏目さん目線、ゲンはやりにくい位置にはなると思いますけどね。どこでしたっけ？貨物です。ああ。あのまんまずっと行ったってこと？はい、インコやってました。あ、オッケーです、オッケーです。ボタン押そう。し。おらおら死にげん殺す。ありがとうございます。ごめんなさい、完全に自分の視点から完全に自分の視点から源さんからの白出しはできません。申し訳ないです。夏目さんがラウンジ方面に行かれるのを私は視認しつつ金庫の裏に回っています。で
死体位置がアーカイブのどの辺かにもよるんでしょうけども、多分私がキルできるとしたら貨物のベントからどの辺ですか、アーカイブの、アーカイブシャワーから上上がった瞬上がったの光位置だ、丁寧だったりも詳しい位置わかんないですけど、あ、分かんない、あ、じゃあ本当下側なのかな、じゃあキルも浮き位置ではあるな、最終位置診察室ぐらいまで下に行ってます、ちなみに、あ、金庫やって、はい、じゃあお互いできる位置って感じかな、そうですね、結局決めちゃ多い、そうです、アルマ先端2人以外全員以外、うん、やばすぎ、ゴッドキルじゃんこれ、ね、ベントは否定できるんじゃないかってないかなって思ってシャワーにいますかって聞いたんですけど、ベントは否定できますか、はいはいはい、そのシャワーにいた人たち的に、僕はあの もっと後ろにいたので、そのアーカイブ側のベントは確認できる場所にはいないです、マジか、タクヤさんは見えました、ベント僕ベント見てないです、一回メインホールで写真の助けやったと戻ったので、まあでもあんだけしたらベントでキルして戻るっていうのはアーカイブしたなったら無理だと思うので、減損は若干無理かなぐらいです、え、なんか可能性が一番高い人とかもあきれない、まあなんか話聞いてる感じ、エロちゃんがその場にいたんだったら、いや俺はシャワーの下側にいたんだよね、はい、ああはいはいはい、で、上に上がっていく段階でレポートが光ってるから、でそれはゾニキさんが見てるって言ってくれてるので、あ、そうなんです、いや、その停電前のところで、シャワー室の上の部分で、タスクしてる素振りを見てるエロちゃんを置いて、私は下に抜けてる感じです、じゃあゾニキさん目線だったらエロちゃんさんがやって、 ありうるっていうか、あ、タクヤさん目線だったらゾニキさんが一番怪しいでいいですか、あ、ごめん、ゾニキさんとエロちゃんさんが同じぐらいですかね、僕目線は、一、はい、個だけ負けれちゃったんだけど、オラフ君もいたっすよね、メインに行ったかどうかって俺から信用できてないけど、ラフ君が左に行ったような感じが見えてなくて、はい、もう一番僕最初に左抜けたと思います。で、メインのサーやってるんで。ああ、だったらいいかな。僕はゾニキさんとしかすれ違ってないです。多分僕がレアチームの時に。これすごいな。容疑者7人ってやばくない？すごいね。初めて見たんだけど。もう拍手。大喝采。あ、キルしなくてよかったな、これ。かぶったら最悪だったね。停電の強み出ましたね。ナイスキル。いや、僕、アルマさんをやってたら、多分、僕の方の話から詰められて終わってたね。びっくりした。めっちゃ来るやん。びっくりした。ありがとうございます。はい。おはようございます。はい。はい、7人じゃなくても LG さんできないんで、まあ、容疑者16かな。あ、LG さんできないです。はい、僕目線できないので。マイノリです。あ、LG さんできない。はい、できないです。僕からは。酒屋さんが、はい、僕を置いてって、ただの覚えてくれなら、置いているから。あ、OK です。まあ、それ、本当に、シャワーにいた人間が関与できるって考えるんであれば、俺が一番近い位置、ゾニキさんも入れて、あとオラクも俺はいたと記憶しているので、そこの3人じゃないですか、できるんだったら。俺の目線の話ですけど、俺はその3人しかシャワー室にいた記憶はないので、停電前の時に。アーカイブ側はそのラウンジ側とか昇降機側の人間、その話って出たっけ。いや、出てないです。状況的にいなさそうだよね。まあ聞いてる感じはいなさそうですね。うん、トウヤさんがアーカイブ側にいたのは間違いないけど、俺目線だとシャワー側にいるんじゃないかなと思ってるけどね。停電キル強いな。あの、改めてなんですけど、あの容疑者一の人の中で昨夜さんは僕は一番なさそうかなって思ってます。あ、メインから来たんだとないんじゃないですか。メインから来たから、そうだから、うん、殺してセリフぐらいしかないと思うので。見事に右に密集してますね。うん、めっちゃ多い。うん、まあそうですね、キッチン分けも僕しかいなかったし、あんた、ああ、うん、まあその3人しかないか、うん、3人っていうのは、エロ、オラフ、エロちゃん、ゾニキさんってこと、うん、でいいと思いますですかね。あ、アルマ先端がもう確定白で、ゲン、夏目、オラフ、サクヤが美白の、エロ、オラフ、ゾニキが怪しいです。エレジーさんも白な。なんかオラフ君が2回出てきた。あれあれ、あ、じゃあミスってる。あ、いや、多分ビシロのところがオラフ君とエレジーさんが変わってる。ビシロが僕、
あ、これ今回釣らなくて大丈夫ですか？覚えとこうぐらいでいいですか？はい。無理じゃないですかね。そうですね。そんなことできないです。まあでもボタン自体はすごい良かったと思います。うん。ナイスかね。ナイスです。いい切れたな。ゲンさん殺す。ハゲランス殺す。あとは右が少なめかな。してそう。シュッ。二人か。アルマさんのお肉を、昇降機右のはしご降りたところで見つけてます。で、心電図を私見てて、アルマさんが死んだので走り出したんですね。それが、コミサボが鳴る10秒ぐらい前の出来事です。なので、サクヤさんの方が後に死んでいます。サクヤさん見たの直近で見てて、金庫室いました、はい。ほうほう。で、自分最終ミーティングです。じゃあ、コミが集まってた、エレジーさんとゾニキさん。はい。無理かな。うん、10秒以内だったら。で武器庫にいたのがオラフ君かな、多分。はい、僕です。ですよね。だから、少なくとも酒屋さんには関わりなそうって感じですね。うん、アドミ見たのはあれです、停電の後です。弁当で飛ぶとかも無理ですか、その先端が上げた3人って。ああ、俺が多分、コミサボ前に弁当で金庫室行って殺したはできなくはないと思います、多分。あ、どっちの話になった先生は。酒屋さんの。朔也さんの方は、朔也さんの方はもうだって最後まで一緒だったから、あ、OK、はい、ギリギリですよ。あ、そうかそうか、じゃあ無理だ。はい、アルマさんが先です。朔也さんの方無理な人ちょっと詰めません？最近のじゃあアリバイを洗った方がいいですね。うん。でも、武器庫に、そう、だから僕とエレンさんとオラフ君とゾニキさんは無理で、ゲンさんの話が本当、はい、まあ死体がね、はい、死体一義層じゃない限りは、ってなったら、ちゃんとアズミ先生しかいなくない。まああとゲンさん、ゲンさんの死体偽装は無理か。ゲンさんは時間偽装ぐらいしかないかなって感じですけど、でも直前に死んだっていうのはアズミさん先生証言で、ゲンさんともなかなか会ってそうだから、じゃあエロちゃんかな。普通に考えたらエロちゃんさんが筆頭ですね、うん、わざわざ娘さんが酒屋さんの位置を言う必然性が狼だとあまりない気がする。昨夜さんね、自分金庫室タスクやったと、なんか左下の方に行ったから、ダウンロードしてるんだと思う。アルマさんの切るお肉は相当冷えてます。了解。30秒ぐらい経ってるんじゃないですかね。ああ、じゃあ2キロもなくはないって感じなのか。微妙なとこですね。まあ、ちょっといけるもん、エロちゃんさん容疑者だから。うん、いけるのか、これは。ダブルキルで終えたい。ほら、キルしてるかな。キル捨ててくれ。よし、ナイスナイス、いやナイス。どうやって、どうやって昨夜さんキルしたんだ。いやー、ナイス。
床屋さんキルが銀行の前のつ何あの扉で殺してそのまま武器庫に走り去ったっていう感じですね。いやうまいっすね。めちゃめちゃ移動してません。めっちゃ移動しましたですよね、はい、やっぱり先端さんキルクール溜めてたもん。いや僕溜まってたよ。溜まっててどっちかというと我慢してたキルを、あのアルマさんしか多分左いないだろうから先端さんドア開けてってずっと言ってこいつ開けえなと思ってちょっと焦ってはいた。いやいろいろ間違えちゃって申し訳ない。いやうまかったな。何も言えないっす俺本当に。いやエルちゃんごめんね申し訳ねえ。ただの浮き位置でしかなかったから弁明もできねえと。エロちゃん右にいたらしいんで僕のキルも疑われる位置っぽいんで。あかわいそうに不憫だ。初手キルすごいな。初手キルはじゃあ初手キルマジですごい。マジですごい。頑張りましたね。ラクコンがどこにいたんですかそのやった後。やった後はアーカイブの奥に隠れてました。あなるほど。すごい。あそうなんだ。あ先にもう抜けたことにしといたらいいかなって。すごい。やったね多分かな。そっかじゃあ会ってないこともうちょっと言わなきゃいけなかったのか。全然使ってなかったもんな。いや でもなんかメインの右って照明の仕方がすげえ来るっぽいなって思っちゃった。なんか一番被りそうな位置出してきたなって思ったんで、なんかそんなに疑ってなかったの俺。あ最終メインの右って言ってましたっけ？あ言ってました。メインのシャワー浴びてましたって。だからなんかすごい大胆な、みんないそうな場所言うかなって思ってあんま疑ってなかった。いやーすごい良かったね。できるが全てだった本当に。ナイス。お客さんキルバレるちゃんごめん。もう本当に俺黒なんかなって思うぐらい浮いてる。無理だ。キルも被っちゃいましたし、キルに負けたな。マジでドラッグ疑ってたの俺だけだよ多分。うんまあそうですね、俺だけだからね、見てないなって思ったら多分あの状況で。そう確かに。って思ってた。あ、そう。オラフ君の話2回からしたのよ、ちゃんそんだけでしたね。そうだよ。で、しかも、ね、ちょっとやばって思いましたけどね。これは、ほぼ俺、トニキさんかエルちゃんさんで一人釣れると思ってた。マジか。センオラ初勝利ですか？初めて。おー。めっちゃやってるイメージある。めっちゃやってるんだけど。最後の最後に噛み合わないとかばっかりやったから。そうなんすよ。あれしないっす。いや、これはキャリーさんかな。ナイス。初期キル本当にやばいな。うまかった。昨夜さんのキルも、昨夜さんのキルはオラフ君ですよね。あ、はい。オラフ君ですね。僕です。先端さんに交際だるき、ちょっと。んえ？いや歯を食いしばりましたね。スクショーって思った。ちょっとびっくりしましたけどね、ゲンさんがあんなところをサボ、ね、そうコミュ中にあそこに行って発見って何やってんだと思って。いやだって心電図見てたらアルマさん死んだんで、もうひたすら右をレポート連打して走ってるだけ。それで超高級下行くのすごいな。絶対見つかんないと思ったけどな。そう、僕もやべえ場所で死んだなと思って歯食いしばったら見つかった結果、桜井さんの話がちょっと混濁しちゃいましたね、結果として。いや、ナイスキルでした。いやー、めっちゃうまかった。こればっかり、すごいなぁ、ナイスキル。いやー、なんか、偽装の仕方うまかったな、オラフの武器法だよ、みたいな。あ、いや、あれは LG さんが、LG さんが出したから、あと、あ、そう、それは出しちゃった。そなんか、はい、その、あれ、あれなんですよ、バイタル見たとき、バイタルアドミン見たときに、今日位置ついてたから、で、直前にすれ違ったんですよ、あの、コミの前ぐらいで。うん。んなんか、だから、あ、そっちかなと思って。オラフさんすかって聞いちゃった。はい、オラフ君、なんか調子悪かったそうなんで、インポスター、よかったっす。いや、よかった。干渉して。うん。素晴らしい。素晴らしかった。強かったっす。